シ小、トゥッリアは、ローマ史上の反伝説的人物である。彼女は、王政ローマ最後の王妃であり、六代目セルビウス、トゥッリウス王の末の娘で、後に七代目となるルキュースタルクイニウスス・ペルブスの妻となった。彼女は、夫と共謀し、不王を殺害して、夫を王位につけるべく図らった。このことから、彼女は古代ローマでも、悪名高い人物となっている。 六代目セルウィウス王には二人の娘がおり、小、トゥッリアは末娘であるが、ローマの監修では娘たちはどちらも父親の、氏族名の女性系であるトゥッリアと呼ばれていた。セルウィウス王は二人の娘を、先代のルキウス・タルクイニウス・プリスクス王の二人の、息子、ルキウスとアルンスに目合わせようとした。リウィウスによれば、末娘の方が気象が激しかったのだが、 兄弟でも穏やかな方のアルンスと結婚した。しかし似た者同士の若い将、トゥディアとルキウスは、お互い惹かれ合い、将、トゥディアはルキウスに大胆なことを持ちかけ、共謀して、お互いの兄弟を殺害するや、いなや、すぐに一緒になってしまった。父の遺体を引くトゥディアトゥリアが夫に王座を狙う、よう囁くようになると、ルキウスもその気になって、 パトリキの元老院議員たち、特に彼の父によって、元老院に引き上げられた一族に根回しを始め、彼らに贈り物をしては、仲間内でセルウィウス王を阻止った。こうして、元老院での支持者を集めると、ルキウスは、護衛を連れて、議事堂へと赴き、玉座へ登った。セルウィウス王は、抗議したが、ルキウスタルクイニウスは彼を、議事堂の階段から下へ突き落とし、 重傷を負った王は館へ帰ろうとしたがキプリア、通りで暗殺者の手にかかった。おそらく、トゥッリアが仕組んだことであろう。トゥッリアは、馬車で、議事堂へ駆けつけるとそこで看護して、夫を王と呼んだが、彼は騒乱を避け家に帰るように言った。トゥッリアは、キプリア通りを通って、ウルビウスの坂を登りエスクイリーノの農家へ出ようとしたが、その途中父親の無残な遺体が横たわっているのを、 発見し、狂気に取り憑かれた彼女はそのまま遺体を引いて、通っていった。この彼女の行動が由来となって、この通りは、後々まで、スケレラトゥス通り、と呼ばれた。冒徳行為のせいで服には飛び散った血が染みついたが、トゥリアはそのまま家へと帰っていった。タルクイニュース家の守護神はこの惨劇に起こり、その知性は、始まりと同じく、ひどい終わり方をすると定めた。 トリウィウスは記している。ルキウス・ユニウス・ブルトゥスによって引き入られた反乱は、王政を終わらせ、タルクイニウス王とその家族をローマから追放した。トゥッリアは特に市民から嫌われ、逃亡中に会う人会う人みんなから、彼女の父親のあだとばかりに罵られたという。ありがとうございます。